今回は密かに話題となっているストロービヨーンをやります。挑戦したいと思うんですけど、この今回使うのがマックのストローじゃなくて、このタピオカ用のストローなんで、まあ、ちょっと太いから無理かなと思うんですけど、ちょっとやっていきたいと思います。いきます。いやー、無理じゃない。はい、ということで失敗しました。ストローやっぱマックのじゃないとダメみたいですね。それでは、この動画がいいと思った方はチャンネル登録とグッドボタンお願いします。じゃあねー。